まずは究極攻略 TV をご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。今回、チャンネル登録者数10万人突破ということで、今回僕のボックス紹介をしていきたいなと思います。MC 清水君、お願いします。はい、お願いします。いや、皆さんが気になるやっぱり小助先生のボックス、なニコ生とかで結構ガンガン攻略してる小助さんのボックス、僕も見てみたいんで、うん、はい、よろしくお願いします。じゃあミラリングお願いします。ミラリング、とりあえず、はい、なんだろう、モンスターボックス一覧を見せてもらって、はい、属性ごとに好きなモンスターを1体か2体ずつ、はい、すごいですね。エルドラド多いですね。属性が、はい、こんくらいな感じですね。そんな多くはない。好きなモンスターとかはどんな感じなんですか？好きなモンスターは、はい、好きなモンスターもマスタリング。マスタリング、うん、コスリン、かわいい、かわいい。これ5体これ5体作ってますね。おお、うん、若干顔似てますもんね。じゃあ水いきましょう。はい、水お願いします。水は、はい、そうですね、こんな感じ。そんな多くないです。これも水が一番少ないですね、モンスター。 おすすめのモンスターは、はい、っていうか、まあ、結構最近使ってるなと思うのは指差し山立かな。おお、ちゃんとスキルレベルも上がって2級7振ってんすか。2級7振った。うー、これどこ行くように使ってるんですか？どこだろう、イザナミ降臨だったり、天極天国どこだっけ、定住たちの楽園、ファガン。ああ、ファガンの方で。そこをやるときとかに使ってます。なんか他にいます？水はこんなもんですかね。そんな特に、そんななんかレアガチャ限定のモンスターあんま見えない感じですね。水のモンスターあんま使わないですよね、基本的に。アモンぐらい、アモンたまに使ってます。珍しいですね。次、地属性でいきます。巻いてますね、木いきましょう。地属性、あ、木多いですね。でも地属性、なんかメイメイがいっぱい見えましたね、今。うんうん、かわいい。地属性のおすすめのモンスターって難しいですね。強いて言えば、はい、だからもっと使われていいのになと思うのがゼウスリオス。ああ、強いですよねこれ。で、あとはアルテミスとか、はい、結構なんだろう、光ザナミのサブとしてノーマルダンジョンを高速周回するときに結構使ってます。うん、ディオスはフレンドが少ないのが問題ですよ ね。それで流行ってない感じしますよね。次、光行きましょう。光はこんな感じで、光も多いですね。はい、はい、で、おすすめのモンスター、はい、あんまりその光のモンスターをリーダーにすることって本当もう聴覚性ゼウスぐらいしかなくて、あとなんだろう、リーダー格ってなると少ない。あと光メタトロン。ちょっとドヤーみたいな。結構使える。このプラスあれなんですけどね、まあ後で話しますけど。で、次闇ですね。闇いきましょう。闇、闇は、はい、こんな感じです。怖いですね、闇。なんか同じモンスター多いですね、全体的に見て。なんかサタンもいっぱいいますね、これ。サタンは、何体いるんですか？サタンは3体、はい、一応スキルマックスに、量マックス、量マックスか。それなんか理由あるんですか？いや、サタンパーティー組むときとかに、はい、サタンサブ2体使ってもいいんじゃねとか。なんか豪華っすね。なんか作りました。あ、キラーを持ってるんですね。はい、うん、闇はおすすめはなんだろう、読みとか。あ、ちょっと今画面映ってなかったよ。あ、はい。あ、読みとか光読みが結構使うかな。光読み強いですね、はい。で、まあ、リーダーとしてはサタンとかキルアとかですね。 あとオークにもたまに使います。あ、6コンボ、はい、6コンボ安定します。僕パズル下手なんであんまり。ちょっとなんか言いました。実際、はい、とりあえず小助のボックス紹介パート1、次パート2でプラスとか紹介をしていきます。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。